おはようございます。こんにちは。こんばんは。刹那圭介です。今回はこのゲーム、魔女の家を実況していきたいと思います。よろしくお願いします。ああ、カミカミやね。まあいいや、続き行ってみましょう。はい。前回、謎が解けずに、どこに行っていいのかもわからずに、さまよい続けてましたが、YouTube のコメントで、助言コメントがあったんで、その通りにしてみたいと思います。と言っても、自分が気づいてないだけだったよな。この辺だったかな。あれ？どこだ？あ、これだ。ここの道に気づかんかった。それだけだった。全然気づかなかったよ。何度かこっち来たけどさ。こっち調べて、ブラックビオラちゃんとかやゆったもんな。本当気づかんかったもん。助言のコメントくれた方感謝します。じゃあやって生きていきましょう。カットを言っていたらこんなに銅像がやったら銅像が調べることはできない。まあいいや。おこっちにも道が続いてる。おう、前に守ってきてくれたんはいいけどさ、そんな驚かすことはやめてくれんかな。怖いよな、マジで怖いよな。結構道が分かれとるね。分かれすぎだろ。迷うよ。自分がこっち一挙って行けるんかっていうことになるよ。あれ、ほんとこっちでいいんかって思うんやけど、自分がどの辺におるかわからんのやけど、多分変えてこれんのやけど、方向音痴なのに、ただでさえ方向音痴なのに、こんな入り組んだ道やったら怖い怖い。帰ってこれるかどうかで怖い怖い。これが最初でこう来たわけやな。まあこんな感じで一挙ったら、こんな感じで道が分かれとって、暗くてもう道があるんかどうかさえ分からんかったわけやけんね。前回どういう感じになったんだろう。明るくしてほしいな、もっと。あ、本当どっちに道があってどっちに道がないんか分からんよ。なんこれ。なんこれ、マジで暗い。抜けるに時間かかりそうやね。もうこの際やけんカットで行こうかな。あっ、と思ったら棺桶があった。怪しいの。開けていいんかの。張り紙がない。開けてしまえか。開けてしまいまっしょい。左から。重たくて開かんのかい。こっちもかな。こっちは開いたよ。こっちは重ないんだよ。誰も入ってない。で、こっちは重い。発酵する瓶だけじゃ何もないよ。重いか。じゃあなんか力の強い人呼んでくるって一人しかおらんのやけど。猫だけやもんな。じゃあなんだろう。まあとりあえずいろいろ調べてみて、何もなかったらカットで元の場所まで戻ってみていろいろ調べてみるパターンでいこうか。お？引き出しの中に何か入っている。なんだろう。今日アップした BO2 の動画もそうだったけど、ここら辺カットしようかって言ったら、カットせんでもいいぐらいの時間だったりするんよ。なんでやろ。なんでやねん。まあいいや、持っていきますよ。
なんて読むこれ。何のパイプ？翡翠か。翡翠って読むんだ。で、喫煙器具。翡翠って何？その前に。全然知らんのやけど。調べておこうかな。喫煙器具。まあ、パイプってことは、管状で、吸えるものをってことは、これでいけるんかな？だろうな。ただ、やったーって思っとうときに、なんかあるんか、このゲーム。なんかに追いかけられたりせんだろうな。びっくりした。閉じただけか。ああ、怖。え、あれ？開いとるよ。お。怖い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 
とにかく逃げろ逃げろったら逃げろ。どっちやっけ。こっちで合ってるよな。ビンを出してしまった。何あ、おう、なんか決定ボタン連打しよったら音が聞こえたんで、もしかしたらと思ったら正解でしたね。多分連打せずにおったら危なかったんじゃないかな。これこそ多分石像だろうか、それに襲われてガーン的な。とりあえずセーブ。パイプを手に入れたぜ。あ、瓶が割れたって言ったな。ってことは多分暗いところに入る必要もなく、重たくて開かんかった棺桶の中にさっきのがあったか、並んどるやつの一つが動いてきたかで、まあ棺桶かな。まあいいや。じゃあ早速私、何？饒舌な花たち、赤花だったよ。わからんわ。闇に隠した吸えるものを。じゃあ渡そう。はいどうぞ。鉄格子の中から何やっけ。もう忘れた。なんとかのパイプを投げ入れた。パイプは何者かに拾い上げられた。ああこれは、へへ、俺のだ、俺の。え、お前の？喫煙用って言うたな。このおっさんヘビースモーカーか？うん。何者かは、牢の奥に消えていった。え？隣の牢屋から何者かが出ていく音がした。逃げろ、逃げろ、逃げろ。なんかあるん？せっかく隠しておいたのに。残念でした。また来てね。てんてんてん。解決。鍵が開いている。わ、これセーブしといた方がいいパターンやな。ここでセーブしてなくて後でゲームオーバーになったらやり直しがきつい。何か踏んだ。そして何か、何あれ、布にくるくるまれた何かがある。あー怖。本見ましょう。頼んバツイ、おかしいずバツイリ。バツにするところの意味がわからんよ。バツにしても何かわかるし、バツにしたからなんだという話。シートズク病なに、病を罰の子、罰罰つ親へ。罰物依存症。どれも汚れていて読めそうにない。まあ、だいたいわかるけどさ。薄い汚れた裁縫器具や、裁縫道具や、壊れた調理器具が乱雑に入っている。特に役立ちそうなものはない。あ、そう。じゃあこれしかないね。通りまーす。何これ。
赤い靴。ほう。血を流せ。血を流せ。お、やあ、お。靴は、靴、履かないの？履きまーす。待てよ。この赤いやつに、指示されるのはちょっと尺やけんな。もしかしたら履いただけで、赤い靴履いただけでなんかあるかもしれんで。そんな気がしてならんよ。まあ、内側も外側も赤い一色で塗り込められている。君の悪い靴。履いてみようか。マジックショー失敗。てってでーなわけあるか。靴の力だけで上半身と下半身が分かれるってことある？ねえ猫さん、見てたでしょ。まあいいでしょう。とりあえずそのまま入ったら終わり。さてどうするか。血を流す。いやあ、怖。血を流す。入ってみたらどうなるかな。だから何？ちょっとビビったけどな。わ、もしかしてモデレンとかそんな気分にはなった。なんだろう。まあ、だいたいわかるんやけど。多分あれじゃない？こういう謎ってよくあるような気がするけど。血を流すのがいい。つまり、赤を血として、これを洗い流す的な感じで。やっぱり、靴を洗う。だろうな。赤い色っていうのが血って考えて、それを洗い流すってことは、靴を洗えば OK 的な。さえとんちゃん。まあ、よく考えてみたら、透明の色のない靴で、ある、で、通れ的なことを、あのとく、あの、毒だらけのとこに、あったけんね。透明にするには洗う的な感じで考えたら、そうなるかな。靴の血が洗い流されて透明な色が現れた。なんでそんなに濃い？そしてオタマジャクシたちが動きを止めた。死んだオタマジャクシが浮いている。死んどるがな。やあ、イズくん、また動いたのかい？あ！もしかしてまだ逃げなあかんパターン？てかセーブしてないんですけど、まあ近いからいいんですけど。てかこっち側におったやつはどこ行った？おらんようになっとる。じゃあこっちから来たやつが、こっちから来たやつを握ってもこっちに、あら、血で抜いたくられとる。まあ、こっちから来たあのドクロを、避けるにしてもこっちに行ってもこっち開かないとか言われたらのことを考えたら、上のあのおらんところに行って、あそこで U ターンしてきてこっちに戻ってこっちに入るの方がいいかな。よし、そのシミュレーションで行こう。合っとるかは知らんけど。とりあえず追いかけてくるってことを覚えとかないかんね。うまくやれよ。やり直しとかそんなにやりたくないよ。また追いかける。あれ、こんのなんやいとか言うて、また近づいて出てくるパターンじゃないだろうな。あ、いけた。なんだ、
セーブ分けてと。ガラスの靴、透明になりました。透明なガラス細工の靴、毒の上を歩ける、かっこ自動で使用されます。じゃあこのまま歩けば OK ね。ところでなんで透明だからいけるとかあるんだろうか。それが謎にならんよ。これの作った人すごいな、ぐらいしか。おお、スラスラ歩ける、スラスラ歩ける。OK、長いな。あ、無視できた。え？およ？およ？時間がなかった。ガラスの靴になってからこうなったわけやけん。んじゃあまあどうしようかな。どうしよう。あのまま行って時間足りるんかなって思うんやけど。できるだけ早いペースで行くしかないか。押してくるのは聞き取るけど、それは無視しておいて。あ、グラスの靴は粉々に砕け散った。右はダミーだったか、行ったらあかんとこだったか。いや、友達ってなんだろうね。そんなこと聞くか。まああれだろ、友達は仲のいい友人、あれちゃうな、友人と友達って同じ言葉だな。まあそんなこと喋る暇はないんや。言うとくけど俺はね、あんまりリアルに友達いないんだよ。ぶっちゃけて言うといないんだよ。とか自虐しておきながら、今回はこの辺で。とりあえず助言コメントのおかげでここまで来れたってことで、そのコメントに遅れた人には感謝したいと思います。ではこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。 See you again。